ちらの、モデルのご紹介をさせていただきます。こちらのモデルは68年、スタイルということで、1968年に、再生産された、D45 を、再現したモデルとして、オーダーしております。でトップには、イタリアンアルパインスプルースのプレミアムグレードを指定して、オーダーしております。非常に音色感あり、非常にこう弾力のある、トップ材ですので、ストロークもそして、フィンガースタイルでも、単音弾きでも非常に魅力的なサウンドを、出力しております。こちらのヘッド周りなんですけども、現行の D45 と違いまして、ここのところが、尖っていないですね。少しこう、R のある、まあ、丸ヘッドと呼ばれる、もっと丸いヘッドの45もあるんですけども、それはまたちょっと特殊ではありますので、それではないんですけども、ここのところが丸くなっているというところが、68年スタイルの、特徴でもあります。まあ、このヘッドの全体的な感じっていうのが非常にこう魅力的な特徴になります。はい、それではですね、ネックなんですけども、ネックの仕様は、スクエアロッドという補強材を使った仕様になっております。このスクエアロッドの仕様にすることによりまして、非常に中域が、持ち上がります。全体的な音の厚み感は、もちろんのことなんですけども、非常に中域が出て、非常にこう押さえている弦の音が見事に、出力されるという、そういう特性を申します。まあ、この特性というのはなかなか通常のモデルには見られないものですので、鳴らした時の、体感的なものというのは非常に格別なものがあります。はい、それではですね、ここの、エンドピースのところのインレイ、ボックスのインレイと呼ばれておりまして、この68年スタイルならではの、特徴というところで、マーチファンには認識されているところであります。まあ、こういうところも、細かくオーダーし、完成しております。はい、それではですね、サイドバック材なんですけども、マダガスカルローズウッドという材料を指定し、組み上げております。マダガスカルローズウッドは、まあ、ハカランダに非常にこう近いというふうに言われている材で、非常に硬いですね、硬めの材で、非常にこう高質な音の出力を実現しております。トップ材のイタリアアルパインスプルースと、見事に融合しまして、非常に弾力があり、非常に上質感がありつつ、非常にこう硬めな、ものすごく魅力的なサウンドを出力しております。